アルタ前、ご通行中の皆様、こんにちは。こちらでただいま、安倍政権の、沖縄辺野古に対する、米軍新基地建設に対する、抗議およびこれまでの、原子力発電原子力政策などの、膨大なる、犠牲そして失敗に対する、抗議を、宣伝を行っております。皆さん今年も、やはり新年選挙が今年も夏に向けて、選挙戦が、始まります。東京、都議会議員選挙反原発のそして辺野古新基地建設絶対反対の候補者を何が何でも必ず私たちの意思によって当選させようではありませんか。間違った創価学会公明党にも相乗りする自民党ジェンヌの一人とも、言われます小池都政小池都知事これまでの政治の都政の踏襲でしかありません。石原慎太郎などというふうなこれまでの石原都政などと、考えてもこれまでの保守政治の踏襲小池都政を直ちに退陣させていかなければなりません。皆さん安倍晋三安倍首相が半ば応援したと言われても、しょうがない応援したというふうに皆さん考えたくもなります。小池都政直ちに皆さん終わらせようではありませんか。やはり私たちはこれからも社協市民の政治を応援していこうではありませんか。今社会民主党は国会の中ですでに一粒の米のように空前の灯火ともなりつつ、なってしまっている状況の中福島みずほ投手が必死に頑張っておられると私は、評価せざるを得ません。ただしこの自民党政治の中創価学会などの力の勢力の構図の中山添拓、衆議院議員を含めこれから坂を上がることができるかが問われていますのが日本共産党ではないかと思うのであります。皆さん、この候補の中で私はこれからも社協社民党日本共産党を中心とした候補を何としても当選させなければならないと訴えたいと思うのであります。皆さん
昨年は、手抜こリレー等への、パソコンでの、賛同署名、集めさせていただきましたが、ありがとうございました。何らかの形で、賛同をいただいた方が、いらっしゃいます。すでに、終了いたしましたが、これからも辺野古新基地建設直ちに絶対反対のうねりを力を共に皆さん育んでいこうではありませんか。今、私は、今日、マルショー、身体や精神に障害を持つ、障害者の、障害者に対する、医療の、支援を、求める、署名を集めております。こちらでチラシの方を渡しております。もしお気持ちがある方いらっしゃいましたら、署名だけで結構ですので、ぜひとも署名に応じていただきたいと思います。皆さん、これからも都議会議員選挙の後、参議院選挙もあり得る、この今年を何としても皆さん反原発、反基地の流れを何としても伸ばし、さらに高めていこうではありませんか。皆さん、私はこの中で今年も、訴えておきます。では今、辺野古に対する、新基地建設に、反対する中、尾長県知事が、高井に対する、ヘリパッド建設を、承認を、されて、しまうというふうなことが今、ほぼ、決まってきてしまっていますが、これを何としても皆さん、私たちの希望、私たちの要求により基地は絶対に反対なんだ、良くないんだということを共に訴えて、最後まで訴え抜いていこうではありませんか。これを今、ツイキャストをご覧の、防衛省やまた自衛隊員の皆さん、警察官の皆さん、自分たちはそれに対して、全国から沖縄辺野古に対する、テントに対する大量の機動隊等の、要員が派遣されている中、このこれに対する、機動展開派遣、これおかしいのではないのでしょうかというお気持ちをお持ちの皆様がいらっしゃいましたら、インターネットというふうな、新しい、メールという形ではありますが、ぜひとも、この声をこれから言う、皆さんアドレスに、書いて、お寄せいただければ、と思います。この、アドレスに関しましては、この件は特定秘密国家保護法を、クリアすることが可能な、ところであり、大変画期的な、方法であると、私は、思うのであります。アドレスは vok@star-co.net.jp、アドレスは vok@star-co.net.jp
co.net.kp です。要は、vok@star ということです。皆さん、そして、皆さん最後に、来月、4日、土曜日、午後4時から、渋谷の勤労福祉会館にて日本の、北方領土の日に反対する集会が行われますので、ぜひとも皆さん、私も、そこに足を、運びたいと、思います。ぜひとも皆さんご参加いただきたいと思います。共に日本の、戦中から戦後にかけての、北方問題、ロシアとの関係、アメリカとの日米同盟というものが今、あまりそれが、薄いものであったり、基地がそんなになかったり、万が一今日米同盟がなければ4党というものは日本であったかとも知れません。皆さん、これを含めて日米同盟こそが北方領土問題をの解決を遅らせている全ての原因であると私は訴え、この場を終わらせていただくものであります。ありがとうございました。ぜひともよろしければ、マルショー、医療、支援のための署名、ご協力よろしくお願いいたします。